さて、小雨交じりの今日、銀座の目抜き通りで華やかなパレードが行われました。銀座の歌舞伎座が来月2日に再び開場するのを前に、63人の歌舞伎役者が一堂に揃いお祝いしました。雨、そしてかじかむ寒さの中、すでに銀座4丁目まで長い列ができています。これから銀座大通りが花道へと変わります。世紀のおねりと銘打った今回のイベントでは、およそ400メートルにわたって紋付き袴姿の歌舞伎役者がパレードします。歌舞伎座のこけら落とし公演を務める人間国宝坂田藤十郎さんは、花冷えの小雨の中のイベントにこう答えます。芝居の方はこのお客様が降り込んでくる、縁起のいいこれは門出になったと思って実は喜んでおりました。そしていよいよ今63人のおねりが始まりました。真ん中にいらっしゃるのは中村勘雀さん、中村時蔵さん、そして中村福助さんの姿も見えます。市川菊之助さんと息子さんもいらっしゃいます。人気の市川海老蔵さんや中村勘九郎さんらも詰めかけた大勢のファンの声援に笑顔で応えます。今あっという間に63人のおねりの終了です。どうです、見られました？ほんのちょっと、はい、あの踏み台持ってきたんですよ。それに乗ってちょっとだけ見れました。もう良かったです。亀ちゃん見れなかったの残念。でも菊ちゃんね、菊之助さん見られたからもう良かったです。一瞬だったけど、やっぱりこの生の雰囲気、人がいっぱいで、なんか仲間指導とか顔だけ見えましたけどね。チケットも取れたので今から楽しみです。新しい歌舞伎座はエレベーターやスロープが設置されバリアフリー化されました。舞台装置の競りは今までの小竹梅の他に大競りと呼ばれる競りが登場し、大掛かりな舞台転換が可能になりました。また奈落の深さも 4.4 メートルから 16.45 メートルへと変更されました。五代目歌舞伎座は明日、役者が舞台に勢ぞろいして手締めをする古式顔寄せ手打ち式が行われ、来月2日からこけら落とし公演が行われます。